中水野駅は、愛知県瀬戸市内田町2丁目にある、愛知環状鉄道、愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は22、瀬戸市の北西部にあたる水野連区にある駅である。愛知環状鉄道線の開業に合わせて、1988年に開業した、高架駅であり、2面2線の相対式ホームを持つ。愛知環状鉄道線には、単線区間、 複線区間がどちらも存在するが、当駅を挟む瀬戸市駅から、高蔵寺駅までは2004年に複線化が完了している。上下線では、ホームの有効長が異なり、西側にある高蔵寺方面のホームは重量編成の列車に対応するが、東側にある岡崎方面のホームは4両分までしか客扱いができない。このため、平日に、 中央本線から直通してくる瀬戸口行きの列車はホームに停車しない車両のドアカットを行う。駅の改札口や出入口は高架上のホームの下にある。友人駅であるが窓口は日中の営業であり、その他の時間帯は駅員が不在となる。駅員配置時間帯に限り自動券売機が利用できる。瀬戸市の統計によると、当駅の一日平均乗車人員は、 以下の通り推移している駅の周囲には住宅は少なく他が広がっている。駅のすぐ北側は丘であり愛知環状鉄道線はトンネルで通り抜けている。駅の南方も同様に丘陵地帯で愛知環状鉄道線のトンネルがあるがこちらは水の坂や百合の台、富士の台といった住宅地として開発されている。駅前には ロータリーや駐車場が整備されている。ロータリー内には、中水の駅バス停があり、名鉄バスと瀬戸市、コミュニティバスが発着する。ありがとうございます。